グスタフ・リビニュースは、ドイツのチェロ奏者、ザールラント州ピュットリンゲンの生まれ、6歳の頃からミューンヘンで、ヘルマン・ディジュにチェロを学び、ウルリヒ・ホスト・クラウス・カンギーサーの訓導も受けた。その後は、リューベックで、ダビド・メリンガス、ニューヨークのジュリアード・音楽院で、ザラ・ネル・ソバ、バーゼルで、ハイン・リヒ・シフの各種の指導を受けた。1990年のチャイコフスキー国際コンクールの、 チェロ部門で優勝を果たし、以降国際的に、コンサート活動を行う。1997年から、バイオリニストのアニカバフヤンとビオリストのバルバラ、ベストファルトでトリオ出さロを結成している。グスターベ・リビニウス・ゴードンカ・メスター・カースサ。2017年4月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年4月8日閲覧。 グスターベリビニュースエアハルトカンストプレスでサーランズ2017年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月8日閲覧グスターベリビニュース2017年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月8日閲覧ありがとうございます